北朝鮮の強制収容所。その存在は21世紀の今なお続く人権侵害の象徴として世界中の注目を集めています。国連の報告によれば、これらの施設には約20万人もの人々が収容されているという恐ろしい状況なのです。彼らは何の罪もないまま、ただ政府に批判的だったという理由だけで自由を奪われています。ではなぜこのような施設が存在し続けているのでしょうか。北朝鮮政府はその存在すら否定していますが、衛星写真や脱北者の証言がその実態を少しずつ明らかにしています。国際社会からの批判は年々強まっていますが、状況の改善は見られません。この動画では収容所内の日常生活、強制労働の実態、そして脱出を試みる人々の勇気ある行動などを紹介していきます。これらの話は時に残酷で聞くに耐えないものかもしれません。しかしこの現実は私たちの時代に起きている紛れもない事実です。当チャンネルでは朝鮮関連の情報を発信していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは見ていきましょう。北朝鮮の強制収容所の話をするためには、その構造から理解を深める必要があります。この施設は主に2つの区域に分かれていることをご存知でしょうか。それは完全統制区域と革命化区域と呼ばれる場所です。完全統制区域は最も厳しい管理下に置かれた空間であり、ここに収容される人々には生涯にわたって出所の可能性がないのです。彼らは北朝鮮政府にとって最も危険とみなされた存在であり、一生ここから出られません。一方、革命化区域は比較的管理が緩やかだと言えるでしょう。この場所では収容者に再教育の機会が与えられるそうです。しかしその再教育の実態は過酷な労働と思想教育の繰り返しに他なりません。皆さんはこの施設にどのような人々が収容されているのか疑問に思いませんか。これまでの報告では政治犯が最も多いとされてます。北朝鮮政府に批判的な発言をした人や脱北を試みた人たちが該当するのです。そして驚くべきことに、政治犯の家族も連座制により収容の対象となります。罪もない子供たちまでもが親の罪により自由を奪われる現状があるのです。また経済犯罪者も収容される可能性が高いようです。例えば国営企業の物資を横領した人や外国通貨を不正に所持した人などが含まれます。そんな収容所での一日は想像を絶する過酷さだと言えるでしょう。朝5時に起床し、わずかな朝食後すぐに労働が開始され、労働時間は12時間以上に及びます。その労働の内容は多岐にわたり、農作業、鉱山作業、工場での生産活動など体力を酷使する仕事がほとんど。そして休憩時間はごくわずかで、十分な休息を取ることができないという証言もあります。夕方になると肉体労働は終わるのですが、今度は思想教育の時間が待っています。ここでは北朝鮮の指導者や体制を賛美する内容を強制的に学ばされるのです。この教育に従わない者はさらなる罰を受けることになります。つまり収容所の環境は肉体だけでなく脳内も疲弊するものであることがわかりますね。就寝時間は夜10時頃のようですが、翌日の労働に備えて十分な睡眠をとることは難しいようです。寝床は狭く、衛生状態も劣悪だと証言されています。このような生活が毎日延々と続き、休日もなく家族との面会も許されません。人間としての尊厳を完全に奪われた状態で、ただ生きることを強いられているという現実があるのです。北朝鮮の強制収容所における食料事情は想像を絶するものがあります。収容者たちに与えられる食事の量は驚くほど少ないのです。なんと1日の食事量はわずか 600g から 900g 程度。これは成人が必要とするカロリーの半分にも満たない量です。主食はトウモロコシの粥で、たまに塩辛い野菜のスープが添えられる程度です。栄養価の高いタンパク質や脂質は
ほとんど含まれていません。人間がこのような食事を続けていればどうなるでしょうか。当然深刻な栄養失調に陥ります。事実、多くの収容者が慢性的な飢餓状態にあり、体重の激減や筋力の低下の例まで報告されている深刻な状況なのです。特に子どもや妊婦への影響は甚大です。成長期の子どもたちは適切な栄養を摂取できずに発育不全に陥りますし、妊婦は胎児の健康を維持することすら難しい状況といえます。しかし問題は食料不足だけではありません。収容所内の衛生状態は極めて劣悪で、さまざまな疾病が蔓延しています。狭い空間に多くの人が押し込められ、十分な衛生設備もないのです。トイレは穴を掘っただけの簡易的なものが多く、下水処理システムもありません。結果としてコレラや赤痢などの水系感染症が頻繁に発生し、栄養状態が悪く抵抗力が低下した収容者たちの間で急速に広がっていきます。さらに過酷な労働による怪我や疾病も後を絶ちません。鉱山作業による腎敗や重労働による腰痛など、さまざまな健康被害が報告されています。しかし適切な治療を受けられる収容者はごくわずかです。なぜでしょうか。信じられないことに、収容所内には医療施設が存在するものの、医薬品や専門医が圧倒的に足りていないのです。そのため収容された人は多くの場合、病気になっても十分な治療を受けられません。軽症のうちに適切な処置を受けられないため、重症化してしまうケースが後を絶たないのです。また感染症の蔓延を防ぐ予防医学的な対策もほとんど行われていないのが実情です。このような状況下で収容者たちはどのように生き延びているのでしょうか。彼らは草の根や木の皮を食べたり、時には小動物を捕まえて食べたりすることで、なんとか命をつないでいるのです。しかし、そのような行為も厳しく禁じられており、発覚すれば厳罰に処されます。飢えと病気の中で、収容者たちの生存率は驚くほど低いと言われています。正確な統計は存在しませんが、一説には収容者の 20% 以上が毎年命を落としているとも言われています。しかし、彼らの苦しみはこれだけではありません。北朝鮮の強制収容所における労働の実態は、まさに現代の奴隷制と呼べるものです。先ほども紹介したように、収容者たちはほぼ休みなく働かされています。16時間以上に及ぶ労働時間のうち、実に12時間以上が過酷な肉体労働に費やされているのです。では、彼らはどのような仕事を強いられているのでしょうか。その内容は多岐にわたり、農業、建設、炭鉱労働など体力を酷使する作業がほとんどです。例えば農業労働では広大な畑を手作業で耕し収穫を行います。建設現場では重い資材を運搬したり、高所での危険な作業を強いられるのです。最も過酷とされるのが炭鉱労働で、地下深くで十分な安全対策もないまま採掘作業を行います。これらの労働には当然のことながら危険が伴いますが、収容所にはそもそも労働安全の概念がありません。事故や怪我が発生しても十分な治療を受けられないのが現状なのです。労働時間中、休憩はほとんど許されません。トイレに行くことすら制限され、許可なく席を外せば厳しい罰が与えられます。このような厳しい状況下で収容者たちはどのように働いているのでしょうか。彼らには日々のノルマが課せられており、それを達成できなければ厳しい制裁が待っています。例えば農作業では1日に特定の面積を耕すことが求められます。建設現場では決められた量のレンガを積み上げなければなりませんし、炭鉱では一定量の石炭を掘り出すことが義務付けられているのです。これらのノルマは通常の労働者でも達成困難なほど難しいものです。ではノルマを達成できなかった場合どうなるのでしょうか。まず食事の量が減らされます。すでに十分とは言えない食事がさらに制限されるのですから、たまったものではありません。さらに体罰も日常的に行われています。看守による殴打や正座させての長時間の説教などが一般的で、
時には他の収容者の前での公開処刑も行われるのです。こうした状況下で多くの収容者が命を落としていきます。正確な統計は存在しませんが、労働による死亡者は年間数千人に上ると推測されています。過労死や事故死、栄養失調による衰弱死などが主な原因ですが、事実上の極刑に相当するのは明白でしょう。しかし亡くなった収容者の扱いも非人道的です。遺体は簡素な木箱に入れられ、名前も記されないまま埋葬され、家族への通知も行われません。そして多くの場合、彼らは行方不明者として扱われるのです。このような強制労働は明らかに国際法違反であり、国連の強制労働条約や奴隷条約に抵触することは明白です。しかし北朝鮮政府はこれらの条約を批准しておらず、国際社会からの批判にも耳を貸さないのです。しかし収容所内での苦しみはこれだけではありません。北朝鮮の強制収容所では人間性を完全に否定するような暴力と虐待が日常的に行われています。収容者たちは常に恐怖と緊張の中で生活を強いられているのです。どのような暴力が行われているのか具体的に見ていきましょう。まず拷問と身体的虐待が日常的に行われています。収容者の証言によれば、些細な規則違反でも容赦なく殴打されるそうです。例えば作業中に許可なくトイレに行っただけで数十回も殴られたという事例があるのです。拷問の方法は想像を絶するほど残酷です。水攻めや電気ショック、爪を剥がす等の身体的拷問から、長時間の正座や睡眠妨害などの精神的拷問まで、さまざまな手段が用いられています。また女性に対する性暴力も深刻な問題です。看守による性的虐待が日常的に行われており、妊娠した場合は強制的に中絶させられるケースもあるそうです。このような性暴力は被害者の心に深い傷を残します。脱走未遂や重大な規則違反をした収容者は他の収容者の前で処刑されることがあります。処刑の方法は主に銃殺ですが、絞首刑が行われることもあるようです。では公開処刑の目的は何でしょうか。それは他の収容者に恐怖心を植え付け、反抗心を抑えることにあります。処刑を目の当たりにした収容者たちは深い心の傷を負い、歯向かおうとしなくなるからです。これとは別に集団懲罰も収容所内で広く行われている残虐行為の一つです。一人の収容者が規則を破った場合、連帯責任としてその家族や同じ作業班の全員が罰を受けることがあります。これにより収容者同士の不信感が生まれ、団結が阻害されるのです。では具体的な集団懲罰の例を挙げましょう。ある収容者が脱走を試みた場合、その家族全員が別の収容所に移送されることがあります。また作業班の誰かがノルマを達成できなかった場合、班員全員の食事が減らされるという卑劣な手段も行われているという証言もあるほどです。このような暴力と虐待の結果、多くの収容者が精神的に追い詰められます。うつ病や不安障害、PTSD などの精神疾患を発症する人も少なくありませんが、当然のごとく適切な治療を受けられる可能性はほとんどないのが現状です。暴力と虐待は収容者の人格を徹底的に破壊します。そして生きることへの希望さえも失われていくのです。しかしこのような絶望的な状況の中でも自由を求めて命を懸ける人々が存在しました。北朝鮮の強制収容所からの脱出はまさに命がけの行為です。厳重な警備と過酷な環境の中で自由を求めて逃げ出す人々がいます。彼らはどのようにして脱出を果たすのでしょうか。脱出の方法は状況によって様々です。最も一般的なのは労働中や作業中に隙を見て逃げ出すことです。しかし収容所の周りには高圧電流が流れる柵や地雷原が設置されており、脱出を試みる者の多くが命を落とします。脱出に成功した人の中には賄賂を使って警備員の目をくらました者もいます。タバコや食料を渡すことで
一時的に見逃してもらうのです。しかしこれは非常にリスクの高い方法で、失敗すれば過酷な拷問や処刑が待っています。それでもこの過酷な環境から脱出した人もいます。その中で最も有名なのはシン・ドンヒョクさんでしょう。彼は収容所で生まれ育ち、23年間を過ごした後に脱出に成功しました。2005年、作業中に電気柵の隙間を見つけ、そこを通り抜けて自由の身となったのです。シンさんの脱出は、まさに奇跡と言えますが、その途中には多くの苦難がありました。電気柵を越える際に同行者が感電死し、その死体を踏み台にして脱出したのです。脱出後、シンさんは中国を経由して韓国に渡りました。その道のりは約1000キロにも及び、4週間もの間、食料を盗みながら逃げ続けたそうです。北朝鮮と中国の国境警備隊の目を逃れるのは、至難の業だったに違いありません。では、脱出に成功した人々は、その後どのような生活を送るのでしょうか。多くの脱北者は韓国や日本、アメリカなどに亡命します。しかし、新しい環境への適応は決して容易ではありません。言葉の壁や文化の違いに直面し、多くの脱北者が苦労します。特に、収容所で育った人々にとって、自由な社会での生活は想像以上に難しいものです。お金の使い方や人間関係の構築など、基本的なスキルを一から学ぶのは、並大抵の努力では済まないでしょう。心の傷も深刻です。長年の拷問や虐待の経験から、多くの脱北者が PTSD に苦しんでいて、シンさんも悪夢に悩まされ続けていると証言しています。一方、脱北者の中には、自身の経験を世界に発信する活動を始める人もいます。シンさんもその一人で、著書、14号収容所からの脱出は世界的なベストセラーとなりました。彼らの証言は、北朝鮮の人権侵害を告発する重要な証拠となっています。しかし、脱北者の証言には常に危険が伴います。北朝鮮政府からの報復を恐れ、多くの脱北者が匿名を貫いています。実際に脅迫を受けたり、家族が危険にさらされたりするケースも報告されています。一方で、脱北者たちの勇気ある行動は国際社会に大きな影響を与えています。彼らの証言をきっかけに、北朝鮮の人権問題に対する認識が高まっているのです。北朝鮮の強制収容所問題は、21世紀の今なお続く重大な人権侵害です。これまで見てきたように、約20万人もの人々が非人道的な環境に置かれています。飢餓、拷問、強制労働、そして公開処刑。これらの実態は、人間の尊厳を完全に否定するものです。国際社会は、この問題にどう向き合っているのでしょうか。2014年、国連人権理事会は北朝鮮の人権状況に関する調査委員会を設置しました。その報告書は、北朝鮮の人権侵害を現代において類を見ないと厳しく非難しています。しかし、具体的な改善には至っていません。北朝鮮当局はこれらの報告を敵対勢力による捏造だと主張し続けています。国連の調査団の受け入れも拒否しており、真相の解明を困難にしているのです。21世紀という時代でも、時代錯誤のありえない強制労働と人権侵害が公然と行われている。それこそが北朝鮮という国の恐ろしさなのです。当チャンネルでは今後も朝鮮関連の情報を解説しますので、動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。